こんにちは、ダイスです。今回はポケモンレジェンズアルセウスやっていきましょう。今回の動画はだいぶ進化の石系が溜まったので、この石を使ってポケモンの進化をさせていこうと思います。まずは炎の石と雷の石やってみたいと思います。もうすでにゲットしている進化個体もいるんですけど、中にはまだの子もいるので実際にやってみたいなということで、今回は使ってみようと思います。進化後の姿でゲットした子もいるので、実は石使うの今回初めてです。ピカチュウが雷中メスの姿でやってみました。次、あれ、レアコイルってどこでもいけるのかな。雷の石、あ、いけるんだね。あれ、私天眼の山麓じゃないといかないんだと思ってたんだけど、ここでいけるんだ。全然知らなかった。磁場コイルにするのってどこでもできるの？え、そうなの？あ、石以外の進化も多分あるんだと思うので、後でやってみますか。あ、ちなみになんですけど、雷の石もう一体使う子がいるんですけど、イーブイの進化になるので、イーブイはね、今回はしょります。次、ロコン。ロコンも親分球根が簡単にゲットできる位置にいるので、そっちで捕まえちゃったんですよね。はい、ということで。球根です。色違い球根の白球根がちょっと欲しいなと思いつつ見つけられてないですね。次はガーディ。翡翠ガーディの進化個体の翡翠ウィンディに関しては、私は大発生でゲットしちゃったので、もう持ってはいるんですけど、進化させるっていうところの項目がね、埋まってなかったから、これでタスクも結構埋まるんじゃないかなと思います。もうこんな感じで4体やってみました。これ捕まえた数がね2なんですよ。磁場コイルは浮いてるやつ頑張ってゲットしてたのでちょっと多いです。キューコンも2ですね。で、ウィンディは2体大発生で捕まえたからですね、進化させた数初になってます。まあ、こんな感じでちょっとずつ埋められるので、タスク埋めにいいかなということで、いっぱいあるし使っていこうと思います。で、他やっていきましょう。次、リーフの石とか使うポケモンを出してみたいと思います。続いてこの子たちです。まずはビリリ玉でピッピ、そしてちょっと2体にしたんですけど、チュリネちゃんが色違いの子もいるので、この子たちやっていこう。めっちゃちっちゃいんだね、色違いの子。え、気づかなかった。すごくちっちゃい。ちっちゃいね。もうちょっと大きいかと思ってました。あとは、サブ任務でもらえる、アローラロコンちゃん。はい、アローラ球根も作りたいので、この子たち、やっていきましょう。じゃ、まずビリリ玉から、行ってみたいと思います。翡翠ビリリ玉は、リーフの石で進化なんですよね。マルムインを1体だけ捕まえているので、図鑑自体は今埋まってるんですけど、大発生で確か出てきた個体なので、これで2体目かな？確か。2体目。でかくなった。じゃあ次ピッピー行ってみましょう。月の石。月の石2個しかないんだ。というか闇の石もちょっと少ない。FP で交換してこないと他の子を使えないっていうことが今分かりました。闇石2体いますよね、確か。はい、ピッピからのピクシー。ピクシーは天眼の山麓のフェアリーの泉によくいるポケモンなので、そっちで捕まえちゃったんですけど、進化はね、今回初めてです。かわいい。座ってる！当たった！あ、かわいい！意外と大きかったかもしれない。じゃあ次。
普通の色の子と色違いの子使ってみましょう。はい、太陽の石。まずは1体目、通常色の子からやってみたいと思います。翡翠トレディアは図鑑にもいなかったので今回で初ゲットになりますね。あれ、ゲットするやつって色違いの子の方が先が良かった、もしかして。まあいっか。はい、チュリネがトレディアになりました。新しい技をひらめいた。これ通常色、進化させた後の色がね、調べてなくてわかんないんですけど、イメージ的には黄色とかになるのかな。この子色違いです。あ、オレンジだった、鼻の色。かわいい。これでだいぶ違いがわかりますね。ちょっと出しましょう。色の子、かわいい。あ、緑もちょっと違うんだ。わ、背全然違う。ね、背が全然違う。もうごめんね、めっちゃちっちゃかったんだね。色違いのこの小ささに驚きです。こんなに色違うんだ。めっちゃちっちゃい。もしかしたら個体の最初はこの子なのかもしれない。じゃあ次ロコンちゃん行こう。ごめんね、座ってたのに。ロコンは氷の石。はい、進化させたっていう方もいると思うんですけど、進化させないっていう方もね、多いと思うんですよね。私は今回せっかくだから進化させようかなということで、アローラロコンからアローラキューコン作っちゃいました。もう本当に綺麗。出しましょう、アローラキューコン。いや、いいね、綺麗だね、本当に美人さんですよね。できました、こんな感じです。ちょっと色の子初めて進化させましたね。色一進化じゃない子はね結構いるんですけど、なんかだいぶ色が違ってるのに驚きました。あと大きさすごく違う。大きさ本当にすごく違うの、びっくりします。育てて使おうと思います。はい、では次。はい、続いてキルリアメス。この子ね、親分個体です。で、親分個体のね、雪バランスメスが欲しかったんですけど、ちょっと大きめの子使いますね。そしてムーマと闇カラス。はい、で今手持ちに持ってるのが目覚め石はいっぱいあるんですけど、闇の石が少ないのでちょっとこれは買ってこないといけないですね。交換しに行こうと思います。今作は本当にあの通信交換とか交換アイテムが、あ、ポケモン交換じゃないわ、間違えた。アイテムのね引き換えができるので本当に楽ですよね。これでもらいます。はい、闇の石買いましたのでやってみましょう。まずはキルリアに目覚め石。キルリアオスメスで、オスだけ目覚め石進化使えるんですよね。私はあの親分個体でゲットしちゃったので、エルレイドもう図鑑の登録は1匹になってるんですけど、今回で2匹目になってると思います。はい、2匹目ですね。では次。はい、雪わらし。メス個体、雪わらしのメス個体に目覚め石を使うと、皆さんご存知、今作は親分個体が確定で出てくる雪目の子です。これもね親分 2,3 体捕まえてたかな。あ、これで2なんだ。1体しか捕まえられてなかったみたい。で、進化もね初めてだったんで進化させた数も入りました。次は今買った闇の石、これでムーマ進化させましょう。
ムーマの進化個体のムーマージも親分個体で天眼の山麓に夜出てくるので、結構ねゲットするのは簡単だったんですよね。そっちで捕まえてしまったので、進化も初めて今回やりました。他にも確か大発生で捕まえてたかな。捕まえてますね。4体になりました。次、闇カラス。オスメスともに闇カラス進化させるとドンカラスになるんですけど、これも親分個体じゃないんですが、群青の海岸だったかな、夜に飛んでるところをゲットしたので、図鑑にはね1匹いるようになってるはず。あ、結構いる。3匹目。あ、もう1匹で、もう1匹で図鑑が埋まるのに、という感じでできました。ちょっと出してみましょう。さっきと位置違うんですけど、でかいね親分個体だからちょっと大きい。はい、こんな感じです。あ、仲良しで、お話ししたりするとこうやってこっち向いてくれたりします。はい、ということで目覚め石と闇の石でこの4体を作ってみました。せっかくなので博士に報告にも行きましょう。いや、今作って出してちょっとねその場から離れる、一定距離離れたりすると戻ってきてくれるのがねかなり楽だなって思います。ただ手持ちに入ってないと進化の石とか出しか使えないようになってるんですよね。いろいろ今やったので、あ、研究レベルも上がってる。あ、キュウコンとライチュウだけまだだ。でもここに関しては私も捕まえてる個体が少ないからっていう感じかなと思います。親分を捕まえた数とかでキュウコンはいけそうですよね。そこ2匹にして、で倒してみたりすれば研究レベル10にはなるかな。でライチュウに関しては倒してないんですよね。ライチュウはグレンの湿地に確か出てくるはずです。でレアコイでもね捕まえられてないので、こっちに関してはトライアタックとか早技スパークを使ってやった方がいいかなっていう感じですね。本当はね捕まえた数と進化させた数の方がポイントにつくので、そっちの方が楽なんですけどね。でウィンディで捕まえた数しかないので、これ大噴撃とかあとはフレアドライブを早技とか力技で打って研究レベル上げようと思います。マルマインに関しても捕まえた数だけしかないので、クロロブラスト、今作のマルマインが持ってる技を早技で3回ぐらい打てば研究レベルも6から10になるかな。でドレディアに関してもね同じくです。今回2体進化させたんで、そうなってる状態なんですけど、勝利の前と早技で上げていこうと思います。はい、今回ページ完成4匹いけました。もうこんな感じで初めて進化で図鑑に登録になったポケモンもいるし、今回に関しては研究レベルがね上がってページが埋まったポケモンもいますね。で色違いのポケモン出したりするのは、光るお守りがなくてもタスクをね研究レベル10とか全部のタスクを埋めるっていうことをすれば出やすくもなるので、ちょっとずつにはなると思うんですが頑張って埋めていこうと思います。はい、ということで今回はまだ途中になっちゃったんですけど、いろいろね石使ってみました。あ、まん丸石だけちょっと使うの忘れちゃったんで、また今度やっていこうかなと思います。 EV に関しては今回省いたんですけど、別の動画で EV の進化もやってるので、まだやってないなっていう方はそちらの動画を参考にしていただけたら嬉しいなと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!